新しいなんか病気が、ね、流行りだしたりとか、まあ、いろいろある中で
ではありますが、なんとかリアルバースデーに生誕祭をさせてもらうことができて本当に嬉しいです。ありがとうございます。誰ですか？多分ゲーム壊して帰らないでください。はい、では感じで始まりましたけども、暑いので毎度言ってますがちょっと入り組んでるので水分補給をしっかりして皆さんぶっ倒れないようにしてくださいね。りんごちゃんにしようけてね、かわいい、いいですね、すごい。え、でもあれですね、なんか私思ったんですけど全国ツアーでちらほら見た人がいっぱいいて、ま、ということは多分結構北海道が沖縄に多分来てると思うんですよね。なんか東北の時に見た顔とかいっぱいいらっしゃいます。ありがとうございます。ありがとうございます。全国からね駆けつけてくれたんでしょうよ、みんなありがとうございます。また世界ツアーも始まったりなんだりで、来年はねそうですよ、いろんな国の人がいます。来年の生誕祭は何人に、はい、やっぱおるかもしれない、いっぱいいますよね。そう、楽しみですね、それもそれで。まあ無事で26歳になれてよかったです。あ、タイ人違うよ。な感じです。楽しいですね、本当にありがとうございます。あれマネージャーの方ですか？マネージャーマネージャーね。どうした？切りすぎられた。ねえ、何してんの？え、ちょっと真ん中でやりなよ、それちょっと。ねえ、下に着てるの？着てないからさ、もうちょっとさ、下切ってほしいって言ったのにさ。下着てないんでしょ？それやばい。下着てない。やばいよってやるから。うわ、すごい。これはケインの？長すぎて体操。あ、やばいやばい。手上げたらもうブラ丸見えや、それ。ブレスレットをありがとう。そうなんですよ、させてもらってメンバーもお揃いでつけてるんですけど、かわいい、サイリウムの代わりになればなと思って。どうですか、つけ心地は良き？かわいい、ありがとう。ホタルイカみたいになってますね。ホタルイカ、なんかホタルイカが巻くみたいな。かわいい、かわいい、見えてます。ありがとう、めっちゃ嬉しいです。今日はあの仲いいグループさんたちにね来てもらってコラボステージもさせてもらったりとか、だいたい今日来てくれたアイドルさん、のみともが一人いますね。だいたいそうでしょ。だいたいそうだいたい。おお、雑やね。あ、なんかすごいこと。おお。あ、すごい、プリントはちゃんと切れてないな。よかったよかった。あの帰らないでいただいて、心配するとこそこじゃないから。どうしよう。丸見えなんだ。戻れないよ。すごいこれ。何すんの。なんで逆や、あた逆や、それフルボッキーみたいな、はい、まだね、始まったばっかりだから。カメラ壊れるよ。涼しい、涼しいね、いいね、いいね。これソイヤさんで巻けばよかったね、勝手に借りて。あね、夏曲も皆さん聞いてくれてますか？一発目にやったんですけど、しれっと多分初披露ですね。ね、一回 YouTube ライブでちょこっとやったけど、練習カメラみたいな、ライラ歌えてなかったよ。そうね、なんか何語かなとか思わなかった。私は次の曲やろっかじゃん。ちょっとこれは見えるかもしれん。どうしたら見えるよ絶対。どうしたらいい。もう見せるしかない。えっ、そうなってしまった。本当バカよ本当に。じゃあ次の曲もね、2回目の披露になります。聴いてください、ダリンダリン。Thank you.
とかさしたくならん、やっぱカーブとかね、したくなるよね。ビールがかけたくなる。シャンパンよりやべとかの設計いいと思う。美味しいですね、ライブ中飲むビールは。26歳初ライブ中ドリンクいただきました。ありがとうございます。超でかかった。あっという間じゃね。もう半分行きました。次何、はい、これ何、これ集合写真、集合写真になってる。集合写真、そうだね、 MC 集合。カニャン終わったら、うん、みんな一旦はけて自分だけ残ります。呼ばんでいいやつ、呼ばんで。はい、次なんか一旦残るやつじゃん、もう呼ばれるやつ。まあその前にさ、はいはい、あるんでしょ。いや、ないのよ、それが今日は。だってさ、え、だってもう堂々と思ってる。何が欲しいって言って、言ったやつをそのまま持ってきてる。ありがたいですね、出し方は。あったよ、さっき。あれはさっきとか言わんのに、そのサプライズ感がすごいです。ありがとうございます。まあ、恒例のプレゼントがあります。はい、もう楽しみにしてますよ、この瞬間。体験を取りに行って、かぶったら。なんでそのしんみりみたいな感じ。やったー、今日はね、カニャンの卒業ということで。やだやだ、一緒に帰りたい。やったやった。おお、なんで付き合うの。ありがとう、なんかありがとうね、全然やめないで。早く取りに行きなさい。はい、早く。何してんだよ。椅子あるけどね、すごいルンルンでさ、ディオール持ってきてる。嬉しい、ディオール。小春が使ってるやつ。今回の誕生日は、うん、カニャに事前に何が欲しいか聞きました。もうなんかカニャン、カニャンレベルになるとね、褒めてる。カニャンレベルになるともうなんか何あげたらいいのかわからなくて、まだお酒もタバコも買えないの で、 ね、ありがとうございます。私が一番おすすめする、嬉しい、ディオールのコンシーラーです。プレゼントします、無難に。これね、めちゃくちゃ欲しくて、これは外れなし。そろそろね、シミとかが浮き出てくるあれになるんで、大事にデパコミ買います。ね、なんか隠し隠し、クリスマスプレゼントもらった子供みたいな。くれるのそれ。何それ。ディルド。絶対嘘やん、探して。え、見ていい、ピンクね、青と。全部のこと思う。青とさ、ピンクがあってさ、カニャ青だからピンクにした。じゃあ青にしよう。わからない、そこは青にする。じゃあ開けます。いいよ。今日、今日じゃない、今回の写真集も。あ、絹女じゃん。18禁になって絹女じゃん。しっかりメーカー保証ついてる。え、アイロン、アイロン、え、嬉しい、ありがとう。おお、カニャ頭染めすぎてめっちゃハゲてるから。ハゲてる、ハゲてる人にアイロンあげちゃってる。実はミックなの。髪の毛大事にしてほしくて。ありがとう。絹女めっちゃいいよ、これおすすめ、女の子たち。よかった、ずっとアイロンしてるもんね、カニャ。ショートヘアがやりやすいやつ。ありがとう、カミヤン、ありがとうね。もし壊れたらやばい。でも中はディルド、ちゃんとちゃんとまともなやつでよかった。綺麗に梱包したディルド。ありがとう、嬉しい。うわー、めっちゃこれ重かったよね、もう。すごいじゃん。めっちゃ重かったんだよ。もう持ててないよ。パートマイム？絶対そうじゃん。絶対そうじゃん。持てるな。結構軽そうだな。軽。もう山田電機やん、これ絶対。今はクマさんにしてちゃんと見て、水色にしたのリボン。ワイライトは違って水色でした。守護的ですね。サニャーはやっぱりアラサーになったから、ちょっと腰が痛いみたいで、だから遠征の長い、一生さいじってる腰、長い車の中じゃ腰が持たないって泣けてたから。車これに当たったらコリデオルさんを経験する。すごい、ハイクラスの乗り心地。これ今めっちゃ、これめっちゃええやん。なんかさ、最近さ、思ったけども、事務所にね、トゥルースリーパー届いたりとか、ゆっくり寝てくださいとか、さ、健康に気をつけて、いつもお世話になってるさ、ダンスレッスンをさ、いつも教えてる先生も、なんか遠征先で、遠征先でこう疲れないように、みたいな肩首のやつ、痛まられてます、痛まられてます、痛まれてます。ちょっとまだまだしっかり動きたいので。これでもさ、助手席、うん、てか運転席の方からが、おめえ運転するってことは、うちついにの免許もらえたらさ、後ろの席
あちらの席に書いてある、あ書いてある書いてある大丈夫、ありがとうございます、ありがとう、君の衛星からカネの席がすごいもう完璧になるね、やばい嬉しいです、カネの席座りたい、ダメだめ一番最年長というかさ、あの一番いい席なの、あのハイエースのさ、そうカネの、ね、運転席のすぐ後ろ、そう冬はね、あの運転席のところにね足をこう置いたらあったかいね、そう分かる人はね一番いい席でねくつろいでいただきたいということで、そうですね、せめてね、なんかみんなに話したいこととかあるの、え、その後で言うから、あ、本当あるの、じゃあ先に、あるあるある、いいよ別に、だってこれ、あ、違う、あ、そういうこと、メンバーにってこと、いや、ないメンバーにはもう毎日毎日言ってますよ、いつもありがとう、ことない、なんか逆になんか言うことね、逆に言うことがないのよ、毎日毎日一緒におりすぎて、わざわざこうみんなの前で言うことないんですよ、本当に、まあ、はい、何もちょっと聞いてないんですけど、あ、多分あるとか、多分あるよね、さんからなんかあった、なんかある、あります、あ、ないですか、あります、あ、ありがとう、道を開けろ、道を、何も聞いてなかったね、ねえ、今年は何もないかなと、あるそうです、ミュージックスタート、え、何ですか、結婚相手でも来るんじゃない、会ったことない人が出てくるってことか、ここに、うん、なんかスーツケース、メンダー、わー、スーツケースの中からバンド出てくるよ、バンド出てくる、バンド出てくるよ、絶対、え、バンド絶対バンド、ありがとう、かわいい、メンダーカード、何怖い、札札札札ですか、え、これ中身とかじゃなくて、え、え、どういうこと、これがプレゼント、なんだよ、フェイントかよ、スタンドが入ってるんじゃないの、めちゃくちゃ使い心地いい、ありがとう、すごい、世界ツアーのために、うん、うん、頑張って、頑張ってください、うん、ありがとう、あ、よかった、え、それじゃあ、なんかピンクのさ、シール貼ってるやつ、ダメダメダメ、しようよ、かっこいい、てっきりこの中に、え、結婚相手、はい、開けよう開けよう、多分結婚相手入ったらバキバキよ、もう結婚相手サプライズだ、バラバラになった結婚相手、そうやって開けるんじゃないよ、何これ、どれがどれ、これ実はラブレターとか入ってるよ、これ現金かな、現金、え、これこれこれ何これ何、怖い、これこれも分かってない、あ、これ明日肩のまま上の人しか見れないね、え、名前入ってないじゃねえか、何もおもじゃ、うるしい、衣装も入る、持て遊ばれてる、あ、これだ、これなんだよそれ、これは何、パッキング用の、あ、あ、めっちゃありがたい、用性あるものめっちゃもらってる、パンツとか入れれるやつよ、すげえ、ありがとうございます、嬉しい、こんなにみんなにキャリーを公開したらさ、狙われちゃうじゃん、このキャリー、やっぱりない。あれがニャンのキャリーケースじゃない、あれちょっとコニャンのキャリーケースじゃない、ちょっと入ってるかもしれない、シール箱に分かる、最高のとか入れれるね、嬉しい、いや、キャリーケースいいお値段しますよ、なんかチェキチェキとか入れてそう、チェキケースとか入れてもいい、大事にしてしまう、何ね、シール、ありがとうございます、ダメ、ハッチャ、世界のあの、あれ貼っていくんだから、これね、世界の空港のね、空港のやつを貼っていきます、ありがとうございます、世界の皆さん本当にありがとうございました、じゃあ集合写真撮ります、そうですね、集合写真撮りました、私はケーキが食べれないのでね、うん、あの、ありがたいです、キャリーケース、ケーキがキャリーケースになりました、あ、代わりにね、そう、嬉しい、ありがとうございます、すごい、いっぱいありがとうね、安全第一とか書いてある、写真撮りたいので釣りたくないよって人はあのすごい笑顔でキスしてください、お願いします、さあ撮ろう、嬉しい、結構ギュンってみんな入ってほしいです今日ね、そして今日出演してきてくださったアイドルの皆さん、ステージにお願いします、お願いします、あれ、絶望のポメラニアンちゃん、ネオ東京クラブちゃん、ケイリーの皆さん、アルカナビスのお二人、おめでとう、そう、おめでとうって書いてある、どうぞ、はい、来てくれた、ありがとうありがとうありがとう、
じゃあ、ね、メンバーさんが通ったらここあのみんなよかったらあよかったらみんな入って後ろの人も階段のところ詰まってうんそうそうありがとうありがとう階段のところも詰まってはい詰まって詰まってありがとうありがとうありがとう詰まってね多分しっかり映ると思うんでしっかり映ってほしいですねね可愛いよねキャリーケースよすごいいっぱいだ靴光ってるすごい下っ端を使ったらわからない靴光ってるの下っ端下っ端ファッシーキラキラつけてあげておいでみんな前にピーピー怖い世界だねこれがいい感じですか？じゃあグイグイグイのポーズでパリピだねパリピポーズパリピだねおーおー何しよう？あーマスクついてるあいちゃんまだ入れてないよどれはいじゃあみんなグイのポーズでいきますよはい3、2、1もう一枚いきまーすいきますよせーの3、2、1ありがとうございますじゃあもう一枚いいですかじゃあ好きなポーズでいきましょう好きなポーズでいきますよはいすごいありがとうございますそれでは改めて今日出演していただいたアイドルの皆さんに大きな拍手をお願いします後ろのボメラニアンちゃんの登場者の皆さんありがとうございましたレイナ自身はラミアンズの世間リーダーの皆さんでしたありがとう打ち上げね参加する人たちはねまた後で会えると思うのでまた後でシンコかあ、そうかさっきさゲイリーがさあの MC で言おうとしとったやつ今言っとっていいよなんか誰か探してたじゃんなんか、ソータがチンポ探してるみたいなんですけどチンコのビデオテープ持ってますかあ、チンポねんねんのチンポか、僕のチンポのビデオテープあ、来た返して僕、誰かが、ね、これさっきさなんか、男の人が舐めてたんだけどこれどういうことアナル入れたいんかい、大丈夫そう入れたのあれじゃあ打ち上げでね打ち上げでまたみんな会えると思うからありがとうありがとうありがとうね遠かったあとでねあとでいっぱいお酒飲もうねありがとうこのつけようだいつの間にゲイでも始まるんだいやもう何にもないぞじゃあここ後ろ下げちょっと下げいるこれいるから出てきたとかあいるえあええなんか始まるの今何今これ持ってこいこれ持ってこいえ机いりますあいりますあ行きます怖怖怖何何も聞いてないうんいいよカニャンがケーキを食べれないので、はい、メンバーに、うん、あのケーキを作ってもらいます最悪です嫌です嫌ですどういうことですちょっと待って牛乳前得意から作るのターニャンいつも作ってくれるこれでどうやってケーキ作れっていうやだーねーアナルライダーにご飯物持たせないでーねケーキにねふさわしくないものしかないよ今作るの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 これ隠せこれ隠せこれいざちゃいなんからこれうわせっかく写真撮ったのにバニャンは MC でなんか最悪やんえありがとうございますなんかケーキ食べれないのでメガ牛丼でいいじゃんもうおもうこれでいいじゃんえなんかこれを作るこれここからこれこれハンバーグですハンバーグじゃないよこれが皿でこれ型取れって
じゃあ一回これこう詰めてこうやるか。作って持ってこいよ。最初からね。お酒が触ったものは確かに食べれない。確かに。なるほどね。お願いします。ちょっと持ってこいよ。アンドル頑張れ。ちょっと食べてんじゃん。ねえ、作ってお願いだから次に行けないから作って。曲中に作ろうよ。そうじゃね。じゃあうちが今からここちょっと回すから後ろで作っといてよ。もう変な虹も作らない、はい、じゃあエンマとライコってもう端っこ持って後ろで作ってね。私が曲やってる途中皆さん始まりました。何、うん、私が1曲やるからそれまでに作ってくれる？聞いてるかな？モーリーみたい。はい、じゃあ、はい、後ろに机ごと持ってってください。エンマの早く分かろう。ちゃんとしてよ。早く、はい、リーダーの誕生日ぐらいちょっとやりなさいよ。お姉さんが持つんだよ、はいはい、せーの。あー、ハンドル触らないで。あ、これゴミ袋にする？これじゃあね、ちょっとマジで何も聞いてない。すごいみんなが作ってくれてる間に私は、あ、ゴミ袋ね。ねえ、まあ、後ろも気になるでしょうが、ちょっとね、このターン、ちょっと私、喋りたいことがありますので、少しだけお時間をください。皆さん、改めて、今日は、いろいろね、お仕事とか、学校とかね、流行りのものとか、いろいろね、結構大変な時期だったと思いますが、全国から、いや、もうちょっと喋っといて。ね、この私たちのホームに来てくれて本当にありがとうございます。あ、そういえばさっき言いそびれてたんですけど、生誕衣装どうですか？作ってもらいました、オーダーメイドで。ちょっと王子様っぽい感じをね。これ今日ね、特典会でもこの衣装で参加させてもらいますので、よかったらね、チケ取りに来てくれて嬉しいです。ちなみに写真集買った人、わぁ、めっちゃ買ってくれてる、ありがとう、嬉しい。中身見た人、おぉ、どうですか、良かった良かった、よかっ た, あよかった。そうなんですよ、めっちゃエッチエッチな肌色多めの内容となっておりますので、家に帰ったね、家族とかにも見せびらかしてください。よろしくお願いします。てな感じで、てな感じじゃないのよ。言いたいことはたくさんあるんですけれども、まあ本当にね、ちょっと本当に真面目に喋らせていいよじゃないの、邪魔してんのよあんたが。ね、本当にホームで生誕ができることをね、すごく嬉しく思ってます。結構47都道府県ツアーでね、こう私たちがこう全国を無料でね回ったんですけど、そのね、今回はこう来てもらうっていう感じで、なんて言ったらいいだろうね。え、これは誰にアナル、はい、もうちゃんと、もういい、見るよ、もう危なっかしね、いいよ、本当に。食べていいよ。やだやだやだ。はいはいはい。あ、いいや、もうなんかね、喋ってるとね、ぐだつきそうなので。ちょっとカーリアン黙って、小春のいいとこ。はい。いいよ、はい。はい、行くよ。はい。せーの。はい。大事なところよ、ここ。はい。せー。はい。な、はい、いいよ。分かった。それパカまでがデフォルトじゃないの？まだ完成じゃない。あ、でもパカは、おー、あ、美味しそう。よかったよかった。あんたに余計なことすんだよね。ケチャップとかやめろよ。はい。ね、すごいちょっと言いづらいな、なんか。まあ、私事務所の中でも最年長なんですけど、しかもね、ブランクさん初期からいて、なんか結構何？年取ってるし、ずっといるメンバーだと思うんですけど、しっかり皆さんにね、こう応援してもらえて、とても皆さんに元気とやる気と勇気をもらっております。本当にいつも応援してくれてありがとう。これからもみんなのこの友達みたいな感じで、ずっと仲良く一緒にね、ブラスターを大きくみんなで一緒にしていけたらなと思っておりますので、これからもついてきてください。よろしくお願いします。それではやっぱり生誕ということで、ソロステージをやりたいと思います。この間にね、ちょっとクッキングしといてもらいましょう。それでは皆様の方が盛り上がってきますか。聞いてください、ジャックの
Thank you.
と何？虫を食べる。カラメロ。バイバイ。やってきた。バイバイ。最後の仕上げ。バイバイ。最後の仕上げ。すごいすごいすごい。うん。あちゃん、26歳は頑張れるよね。頑張れる。バイバイ。ありがとう。これお手製ケーキです。ありがとうございます。
たね。26歳も虫食べれた。え、なんかね、虫のお尻いけました。前回はほんまにいけなかったんですけど、羽の風味を味わいました。羽、じゃあまあ口に入れるとこまでは成長したということで、拍手でお願いします。はい、ありがとう。でもね、私たちはこのスタンスをね、ずっと貫いて、みんなと一緒にもっとバカみたいなことをやっていきたいです。何があっても絶対止まらない、止まらないので、最後までついてきてください。ラストの曲見てください。終わらない、終わることも止まることもできない、それがどうしたっていうのさ、みっともなくても僕らはまだまだこれですけど、楽しい時間はあっという間というぐらい、本当にあっという間で皆さんと一緒に楽しめて本当に楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。
本当にね、皆さんのおかげで楽しい生誕になりました。はい、ということで、あの後でケーキもねシェアしましょう。はい、本当に今日は楽しい、ライブにしてくれてありがとうございました。以上、私たちブラックストアステージでした。ありがとうございました。